ははい、はい皆さんこんこにちはははこんばんばおはようございますちょっとね逆光逆光でちょっとおかしな感じの画面になってますけどもえと、ー、ですねなんかいろんなあちょっとアメリカの方がねものものしくなってきていて、えー、と私がなぜ、えー、その乱入してきた人たちがえバイデンさんの方かっていうのがはっきり していてい自分の中でもちろん動画もありますしそれから解析をすれば、えー、どこのどなたかっていうねことも、えー、どこの組織の人かとかっていうそういうのも全部わかるのであのいずれそのはっきりするとは思うんですけど、えー、なぜ直感的にそう思うかっていうとえっ、ー、と今まであの,その,そのトランプさんのねあの デモの様子なんかでね、なんか暴動起きたとか、そのたんびにそうなってましたけれども、えー、いつもそのバイデンさん側のちょっと本当に凶暴なあのアンティファっていうね、組織があるんですけども、その方たちがすごく妨害してきて、えー、とト,ランプさんトランプ支持の方たちはあのよくね、あの日本でもあるような、そのデモ行進なんですよ。 常になのにあの乱入してきてその携帯電話ももぎ取ったりとかそういうことが起きるのでまるでその暴動が起きましたイコールメディアオールドメディアはなんかまるでトランプさんたちのその方たちがみたいな形で言ってましたけども実際現地でから上がってきたりとか通達のある、えー、ツイッターとかねそういうのをリアルに見ますとね確実にそのアンティアの方たちがあのがあの 暴挙に出るんですよね本当にひどい感じでこう荒らされてきましたそれのずっと見てきてで今回は、えー、実にですねその,そのトランプさんがあれだけ呼びかけてね私は一番心配その当日心配していたのはアンティバの方たちが乱入するんじゃないか。 あるいはあのトランプさんが暗殺されるんじゃないかみたいなことがすごく心配だったんですけどもアンティはあの影も形もなかったんですよ。誰もいなかったんですよね。なので私その、紛れ込んで、そのえっと ちょうどその一つの動画を見ましたところによりますとあの警官があのスムースに出ててその先頭を切ってる人たちが黒装束だったんですよ。黒いニット帽にあの黒い,なんていうかなトレーナーみたいな形でねちらほら赤いトランプさんの赤いのもいましたけどもどうやらあの紛れ込んでたみたいなんですよ。もともとシナリオが書かれていてそのもう準備万端こうしろああしろあのこの合図で入れみたいなねっていうのも。 そのタイミングが過すぎるでしょうっていうところで入ってきてるんですよそれであの6日の日は議員があの投票するっていうことだったんですよねそれで決,、ま、決定するということだったんですよねでそれであの、えー、ジョージアでしたっけねあの選挙区があってそこもまあ、えー、その要するにドミニオン使ったんじゃないかと。 えー、いうことで、まあ,あの民衆党が勝ちましたけれども、えっと、か勝ったので、あの普通にそのっ抗してますからね、そもそも議会が、それで、バイデンさんその、本当になんか、ね、夜中までかけてやったんですってあの、普通ならね、そんな騒動が起きたら、よくにするでしょ、もう必死なんですよ。 必死で三時四十五前様ですよね。午前までかけて、途中その騒動が起きた後に、なんか細粒弾とか、こう必要だったかどうかわかりませんけども、あの細粒弾が投げられて、そのその後に議会がまだあの始まって。え三、ー、時四十何分で四十四分だかなに、あの決定したバイデンさんに決定した。 これあの拮抗してますからね、関係なしにあのそのジョージアでドミニオン使えばね、あの <laughs> 簡単ですから、当選するのは。っていう話で、それも全部、なんかトランプさんはあの事前読んでたんじゃないかっていう話もあります。本当にあの見ぬあの皆さん、驚かないで、これから起きることを驚かないで、えー、見ててください。はい、以上です